チュースデー、こんにちは、藤藤です。さあ今日から始まりましたファンファンチュースデー、毎週火曜日12時半からの30分、ランチタイムをもっと楽しく、午後に勢いがつくエナジー注入型のトークショーです。スポーツ、海外情報、ビジネスをテーマに毎週素敵なゲストをお迎えします。この番組スタートにあたり、スポンサー企業様をはじめたくさんの方にご支援をいただき本当にありがとうございました。今流れてるオリジナルテーマソングも、テレビや映画の楽曲も手掛ける笹川聖太さん、番組のロゴマークはデザイナーの徳谷彩ちゃん、ホームページをコンピューターリブ様、ポスターをジュノー様が特別協賛で作っていただきました。手伝うよ、お弁当食べながらラジオ聞くよ、頑張ってねとたくさんの人に声をかけていただいて本当に励みになりました。これからも川崎市民に愛される楽しい番組作りを目指し頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。それではスタートしましょう。ファンファンチュースデーは第三設計連合、青木ホールディングス、ユースキン製薬、 KST、 アース製薬、文明堂東京、厚生、大塚製薬の提供でお送りいたします。さて第1回目から早速、スペシャルゲストが来てくれてますよ。まもなく NEC レッドロケッツ大見あかり選手が登場です。ここでゲストへの質問、春にまつわるメッセージを募集してます。公式ホームページ www.ff-kfm.jp www.ff-kfm.jp、 ファックス 044-711-1400 044-711-1400。 番組で紹介されたメッセージにはプレゼントも差し上げてますので、どしどしご応募ください。ワッチのここから始めようをお聞きいただいた後、いよいよ大見選手の登場です。お楽しみに。
では今日のゲストをご紹介します。 NEC レッドロケッツ大見あかり選手です。こんにちは。どうもいらっしゃいませ。よろしくお願いします。お願いします。さあ大見選手は先月ですね、 V リーグプレミアリーグがちょっと一段落ついて、はい、はい、振り返るといかがでしたか今回。そうですね、チームが目標としていた結果ではなかったんですけれども、はい、無事終えて今はまた違う目標に向かって頑張ってます。今シーズンはちょっと怪我がね。そうですね、はい、ありましたね、はい、でも大見選手以外にもちょっとこうね怪我する方、不調な方がちょっといて、はい、そういう時にこうチームのムードってどうだったですか。やっぱりその穴を埋めるべく、はい、またチームが一つになって望むことができたじゃないかなと思ってます。うん、次まだでもシーズンまだ途中ではあるんですよね。そうです。でそういう意味ではちょっと次の目標というところはいかがですか。5月にクロワ式がという、試合があるんで、それに向けて今練習に励んでる最中です。こうシーズンの中でね、4月っていうのは大見選手にとってはこうどんな印象ですか。どんな印象、やっぱり季節が変わったりとか、やっぱりこう暖かくなってきて桜が咲いたりとか、そういう印象があります。桜見ました。今年見ました。はい、ね、あのタワープレイスのちょうど脇にもまだ桜がね、はい、ちょっと咲いてますが。ありました。綺麗でした。なかなかチームでお花見っていうのも。そうですね、なかなかそういう時間は作れてないです。でも体育館に桜が咲いてるんで、はい、通勤の時にいつも見て癒されてます。そうですね、なんかこう日常の景色の中にそういうのがね、はい、あるだけでもだいぶ気分が違いますよね。はい、そうですね。でも昨日からですね、このラジオに向けてもうたくさんの方からメッセージとか あと質問が届いてまして、あ、はい、でちょうど今この収録がやっているガラス張りのね、この向こう側にもこうちびっこだったりファンの方がね見に来てますね。ちょっと手振ってみましょうか。あ、いいですね、皆さん笑顔でね、こうね手返してくれてね、はい、で早速メッセージが、来てますので一つねご紹介します。はい、ラジオネームイルカ12号 in 中原区さん。面白い。この方は、男性の方ですね、はい、はい、昨シーズンの赤ロケは惜しくもファイナル6止まりとはいえ、シーズン当初に怪我人続出だったことを思うと、よくぞここまで持ち直したなという思いもあります。赤ロケは使われるボールの影響で成績が1年ごとに良くなったり悪くなったりとか言われてますが、ここ数年はどのメーカーでもどんな差はないかなと思ってます。全日本に招集される選手も最近はまた多くなってきてますので、あかりさんも全日本を目指して頑張ってください。 NEC ファイトというメッセージをいただいてます。ね、でも今シーズンは、まあ、優勝が久三つ。そうです、はい、で準優勝は日立ということで、はい、でもシーズン通すとやっぱり東レだったりトヨタとかにかなりやり込められてた感じですよね。そうですね、はい、やり込まれました。でもそういう意味では最終戦がトヨタに勝って、はい、そういう意味では非常にいいムードで。そうですね、やっぱスタート初戦シーズンの開幕のスタートもトヨタ車体さんで、やっぱりでリーグの最終戦もトヨタ車体さんだったんで、うん、もうここはリーグの悔しさを全部出そうってもう開き直って戦えました、うんうんうん、ねえ、だからそれが本当にね、ちょっと最終戦いい形でまとまったっていう感じですよね、はい、そうですね。でここでですね、大見選手にゆかりのあるNEC のファンからメッセージをいただいてますので、はい、ちょっと一緒に聞いていただきたいと思います。現在青山学院大学女子バレー部のコーチをしていて、 NEC と大見あかり選手のファンをしています秋山美幸です。
長いリーグ戦本当にお疲れ様でした。途中怪我があったりしてとても苦しい時期があったと思うんですが、それを乗り越える姿に感動をもらっていました。あかりとの思い出は、一緒にプレーしたのはもう5年ぐらいに感じていたんですけど、実際3年しか一緒にやっていないということにちょっと驚いています。私の怪我があったりして一緒にできる時間は本当に短くって、最後の1年間はたくさん一緒にプレーをすることができて、キャプテンと副キャプテンということもあり、信頼関係を深く結べたなと思っています。まだシーズンが続いていると思いますので、怪我には気をつけて1年を締めくくれるように頑張ってください。ラジオ出演はとても緊張していると思いますが、リラックスして楽しんでください。今度一緒に飲みに行きましょうね。はい。さあ、この方は誰ですか？秋山選手ですね。そうですね。はい、昨シーズンまでね、はい、一緒に戦って、で、惜しまれつつも現役引退をされた、秋さん。はい、秋さん。はい。どうですか、今のメッセージ聞いて。嬉しいですね。まさか、はい。なんか私、青山学院行ってですね、この前。あ、そうなんですか。本当にこのメッセージ、2、3日前に。ああ。撮ってきたんですけど。そうなんや。でね、本人はしきりにおっしゃってたのが、はい、あかりとは、まだそんなだっけと。もっと長く一緒にプレーしていた気がするって言ってましたね。あ、私もそんな感じはします。でもその分、その1年が一緒にねプレーして1年がすごく濃密だったと言っていたのでね、はい、で今度また新しいねキャプテン、今島村キャプテンですが、はい、どうですか、こういろんな情報共有しながら。はい、そうです。今はやっぱり全日本の方でチームから離れてるんですけど、私よりも若いんですけれども、こうチームをまとめようと、一生懸命頑張ってくれているので、私もサポートしつつ一緒にチームを作っていってます。いいですね、最後のいってますがすごく力強くてね。ね、でもこういうね、また新しい体制になって、でもこういうふうにまたキャプテンと副キャプテンでいろんな話をしながらね、はい、若いメンバーをまとめていくっていう感じですよね。そうですね。今年またフレッシャーズが1名。あ、そうです。1名北海道から。広瀬選手。あ、そうです。田舎っぺが来ました。昔の自分を見てる気がしませんか？そうですね。18歳。はい、高卒なんでまだまだ。ね、しかもお一人ですもんね、今回入ったのがね。そうです。こう温かい愛でね、はい、可愛がってあげないといけないですよね。はい、そして今日事前にいろいろと海選手にねアンケートなども取りまして、まあ、ちょうどこの3月とか4月というのはこう別れもあり、また出会いの季節ですけど、こういう卒業式入学式で真っ先に思いつく思い出って何かありますか？思い出、そうですね、私大学行ってたんですけれども、はい、大学の卒業式の後に、バレー部のみんなで、うんうんうん、駅の改札で泣きながら、うん、10人以上はいたんですけど、その時10人以上のメンバーで、改札のど真ん中で、泣き惜しんだというか、もう大泣きした思い出がとても強いです。大学ということは卒業式ですかね。そうです、卒業式の後に、何やろ、バレー部でまた集まったんですけど、うんうんうん、その時にもうみんなそれぞれの場所に離れる子もいたりとか、うん、地方に飛んじゃう子もいて、うん、このメンバー全員で会うのが最後っていう風にみんなで話してたら、もうみんな大号泣でっていう思い出がとてもあります。でもこう周りね、駅にいた人もびっくりですよね。そうですね、でバレー部やしなおさら身長も高いのばっかりなんで何事やねん。もうこう人目も気にせず、はい、こう涙が流れてきた。はい、でもまた大学でのこのバレーっていうのは中高の時のまたバレーとはまた違う思いがありますか？そうですね、大学はやっぱり自分たちで4年生が練習メニュー組み立てたりとか、うんうんうん、練習の球出しも
基本選手でやったりとか、うん、練習メニューも4年生が考えてとかいろんな、ことを学ばせてもらって大変さとかも大学で学びました。ということは、まあ、大学、まあ、それこそね全国から東海大学だともう本当にいわゆるトップレベルの選手が集まってきてるわけですよね。はい、うん、そうですね。もうそういう中でやっぱりいろいろ勉強することもありましたか？はい、たくさんありました。で、私の代も結構人数が多かったんで、うん、そういう面でも、はい、いろいろ学ばさせてもらいました。ね、なんかこう大学までっていうのは、まあ、ある意味こう自分だったりあとは周りの家族のためにねなんかこう期待に応えようっていうなんか本当にこう純粋にバレーに頑張れてたんじゃないかなっていうね、うん、はい、社会人になるとまたこう責任とかそうですね違うものがまた大きくね、はい、こうかかってくるのでね、はい、ある意味大学までが本当青春っていう感じですよね。で、いろいろまたですねこういったあの質問がまた来ていまして、はい、せっかくねやっぱりお寄せいただいたのでできる限り紹介をしていきたいと思うんですが、ラジオネームじゅんさん、はい、大宮あかり選手リーグお疲れ様でした。ホームゲーム以外でどの会場が好きですか？どの会場、そうですね、大阪の府立体育館とかは、はい、やっぱり自分の中でやりやすいっていうイメージがあるんで、やっぱりあの京都ですもんね、お生まれが。はい、そうです。 なので多分ホームゲーム以外やと府立体育館が好きかなって思います。でも本当にこうリーグが始まると全国行きますよね。北海道行ったり、はい、行きます。九州行ったり、だからそういう、まあ、遠征疲れもありつつ、うん、でも行った先でちょっと美味しいもの食べたりってことはできる時間はないです ね、 そうなんですね。基本ホテル食なんで、はい、はい、あ、じゃあもう着いたらホテル缶詰で。そうですね、夜ご飯もやっぱみんなでチーム全員でホテル食を食べるんで、あんまりそういう地方のっていうのはないですね。でもホテル食結構美味しいんで、みんなそこで結構楽しそうには食べてます私も。ちなみにあのね、やっぱいろんなところでどんなものが好きなんですか、食べ物って聞かれたりもすると思うんですが。あ、どんなもの、お肉、お肉、お刺身とかもそういう大好きです。いや、でもチームで焼肉とか行ったら、はい、すごい量行くんじゃないですか。もう食べ放題じゃないとちょっと金銭的にねちょっとあれですよね。でもやっぱり力つきますよね。はい、あとなんかスイーツも結構お好き。あ、好きです。はい、はい、特についつい食べてしまうものはどんなもの？チーズケーキですね。チーズケーキは、はい、ケーキの中でも一番好きです。チーズケーキ、あの私も、まあ、スイーツ好きなんですけど、はい、モロゾフのチーズケーキってわかります？比較的あの百貨店とかにね入ってる、今ね あっちのファンの方が大きくうなずいていてすごく嬉しいんですよ。モロゾフの、そう、ぜひですね、今度じゃあ私はプレゼントします。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。で、あとまだまだですね、そうだな、誰の紹介していこうかな。あ、じゃあこちらを紹介します。はい、ラジオネームタカさん、大見選手への質問、レッドロケッツで一番仲の良い選手は誰ですか？またその選手との仲良しエピソードをお聞きしたいです。仲良し、よくご飯食べに行ったりとかするのは、あの結構年下なんですけど、3年目の上野っていう選手がいるんですよ。3年目の上野選手、はい、は海外にもよく長期オフの時に行ったりとか、2人きりじゃないんですけど、はい、もう1人去年辞めた選手も含めて結構3人でハワイ行ったりとか、また今年、楽しそう、今年の5月はその3人でまた海外行く計画とかも立ててるんで、うんうんうん、立ててます。
このね、あの女3人ぐらいで行く旅行が一番楽しいんですよね。そうですね。ね、気使わんと思う。で、旅行に行くとね、こう共通の思い出がどんどん蓄積されていくんでね、はい、仲良くなりますよね。はい。はい、こうしてブルーハーツの夢を聞いてる間にも、じゃんじゃん、本見選手にメッセージが届いてしまっています。何から何を聞いていったらいいのやら。じゃあまずですね。あ、でもまずメッセージね。はい。ラジオネームベッチさん。はじめまして。あかりさんに質問なんですが、これもまた一番仲の良いメンバーは誰ですか？なんか、一番って聞きたいですね。ね、まあ、さっきね、はい、三人で旅行行ってると、はい、いうことなので、ベッチさんこれで大丈夫でしょうか。はい。そして、黒屋敷見に行きます。応援してます。メッセージです。ありがとうございます。はい。そして、ラジオネーム、くまさん。いつも応援してます。競技人生で挫折したことはありますか？また、挫折したときはどう立ち直りましたか？挫折。やっぱり、最近で言うと、やっぱこういう大きい怪我をしたのが初めてだったんで、やっぱそこは、ちょっと落ち込みましたね。そうですよね。はい、なんかやっぱりこう、全力でやってるからこそ、でもちょっとこう、怪我するかしないかもしれないっていうギリギリのとこの、全力、投球みたいなのが、やっぱりアスリートにとって一番こう美しい姿ですよね。そうですね。でもね、今はだいぶもう怪我の方は、はい。復調して。はい。もう、バリバリやってます。バリバリということで。はい。はい、そして今回ですね、川崎市立立花高校の女子バレー部にもですね、はい。ちょっとお邪魔してきまして、はい。このファンファンチュースではいろいろ川崎市のいろんなね、ところと、今後、連携をして、進めていきたいと思ってまして、そこでいただいたちょっと質問。ラジオネームがですね、キャプテン。これ分かりやすいですね。ラジオネームキャプテン。V プレミアリーグでは、背が低い方だと思いますが、背が高い、体が大きな選手と戦うときは、どんな気持ちでプレーしてますか？どんな気持ちで？身長じゃないんやぞって思いながらやってます。あ、相手をちょっと見上げた時にね、はい、身長じゃないんやぞと。そうです。気持ちの部分でもやし、技術の部分でも、身長が小さいなりにしかできひんプレーもあるんやぞって、自分の中でも言い聞かせて戦ってます。ねえ、でも本当に、例えば柳田選手とかもね、はい、身長は低いですけども、最高到達が3メートルとかね。はい、飛びます。やっぱり身長だけじゃないところもね、ありますよね。そうですね。うん、はい。うん。まあ、ちょっとね、今日いっぱいいろんなことちょっと聞きたかったんですが、予想以上にちょっとメッセージがたくさん届いてしまいまして、またの機会に、はい、今後また、NEC レッドロケッツは、まあ、ゴーゴーレッドロケッツ優勝目指せということで、うん、いろんな選手に、
まあ、こういったスタジオに来ていただいたり、あとは電話で生出演をしていただいたりということをやっていきますので、うん、はい。今後もぜひ、はい。みんな応援してますので、はい。頑張って、行ってください。はい。はい。頑張ります。いやあ、あっという間にエンディングを迎えてしまいましたが、今日あかりちゃんいかがでしたか？ラジオ出演は人生でも初めてだったんで。え、初めて？はい、初めてです。やったファンファンチュースデーが初めて撮った。はい、とてもいい経験になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。最後に、リスナーファンへのメッセージをお願いします。先ほども言ったんですけれども、5月から今シーズン最後となる、クロア式が始まります。レッドロケッツもまだ、優勝したことがないので、クロア式では優勝目指して、頑張っていきたいと思います。また大阪なんですけど、お暇な時には、会場に足を運んで私たちのプレーを見てもらえたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ引き続きね、やっぱり試合結果などなども私たちチェックしていきますので、はい、これからも頑張ってください、はいはい、ありがとうございました。それでは今日も元気いっぱい素敵な午後になりますように。お相手は藤藤でした。ファンファンチュースデーは第三設計連合、青木ホールディングス、ユースキン製薬、 KST、 アース製薬、文明堂東京、厚生、大塚製薬の提供でお送りしました。また来週、バイバイ。読みから東京新聞ね、まずは無料で1週間東京ホットで検索してください。羽生結弦です。今1日約3000人が輸血を必要としています。病気に負けない、頑張る。君に救える命、命を救う場所、献血ルーム、献血バスへ。パワーオブ献血、日本赤十字社、ラブインアクション。